お願いします。相手はなんか14勝2敗とかいう三賢美者、なんか始めたばかりなのに相当ななんか勝率を誇ってる、そういう人ですね。まだ9位者みたいなんですけども、侮れないというか、まあ多分向こうのが畳の囲い、身の囲い、なんかさ、一手損角換わりで実力5段って書いてあったから、まあなんというか高みの囲い、まあ実力的にはね、向こうのは上なんでしょうよ。まあ、これはもうこうですね。多分角を引く、あ、引かないか、ちょっと待って、これね、何がまずいかというとですね、まあ桂馬でましょうか。このあの、うん、これね、角、あの銀をね、攻めに使われちゃうのがちょっと嫌なんですよね。まあ、どっかで桂馬跳ねて角を反らせることを目指しておいて、まあ、2分30秒、まあ、4二銀と引いてくれれば、まあ、ああ、そういうのか。どっかでポンと、いや、つく？つくか。なんか相手が理想形に組みつつあるな。これ6人しちゃったされてどうするんだこれ。どうしよう、もう。知らねってやるか。知らねって感じでね。これどうしようもないな、これ。どうしよう。銀引いて、角ぶつけるでも、銀引く、もう一回引こう。これ手間、おっと、出てきたか。2分。これ角ぶつける手がなんかあるような気がするんですけど、同歩同銀、角ぶつける、でもこれ同角同銀として来ないかもしれないですかね。同角同銀でもどうなのかわからない、うん、まあそういうことやるんですよね。同歩同銀、でも同歩だと同角で取るのか、いや6五歩と打つのか。同銀はまずいですよね。え、嘘、こうやるとおりゃ、これは相手ミスったんじゃないの、おりゃ、これさすがに相手も、あ、でもまだ油断ならないな、これまだ角と銀が生きてるからな。何これ取るよ、もうさっさと8一飛車とか、あ、なんかめんどくさいことするねこれ。でしかしこれはもうこうやって取っちゃって、でも掛けも跳ねられるか。1分30秒、取り込んできたら桂馬跳ねた方がいいかもしれない。ああ、これはもうこうだな。いやでもこれ勝ってるような気もするんですけどね。まあ、こうちょっとこれは一回どうですか。ちょっと時間で負けてるこれね、同金、まあ、同金でもいいか。なんかね、不気味っていう、まあ、これは叩きの歩。これ厳しいと思うんですけどね。同金と取らせたら桂馬跳ね。おっと、そっち取るのか。桂馬跳ねて。これ厳しくないのかな、これ。おっと、粘りの。いや、そんな粘りが通用するような。いや、ちょっと待って、これ、金取れるやん。1分。よくぞやった。しかし将棋ウォーズを勝ち抜くのはまだまだ厳しいぞ。なんか急転直下で飛車をすぬいて勝ったという、そういう感じでしたね。なんか相手の理想形に組まれてしまって、ちょっと作戦的に、だからね、やっぱり5三の銀をやっぱり守りに使わせる作戦というのを序盤で取らないといけないわけですよね。やっぱ相手に3枚穴熊で攻めは飛車角銀桂の理想形を作るんじゃなくて、4枚穴熊に囲いたいような気分にさせるような駒組みを察するというのがノーマル三元の序盤のポイントなんじゃないかと思ってるわけなんですけどね。はい、それでは最近のニュースなんですけども、今日は2017年6月なんですが、東京駅に祈祷室という部屋が設けられたみたいですね。で、祈祷室っていうのは、まあ、お祈りをする場所なんですけども、どうしてそういう部屋を作ったかっていうと、そのイスラム教徒の人が日本に観光とか旅行に来て、まあ、そういう人たちがその
イスラム教ってさ、1日に4回だか5回とかさ、決められた時間にお祈りとかするじゃないですか。そういう人たちのためにその部屋を作ったらしいんですけど、どう思います？そうやって東京駅にそのイスラム教徒のための施設作るのってどう思います？東京駅にイスラム教徒のための祈祷室を作りましたっていう話を聞いて、何それ、イスラムとかイスラム教徒の人になんか配慮しすぎ、なんかそういうのってさ、そうやってなんか難色示す人っていうのはさ、イスラム教に悪いイメージ持ってるわけじゃないですか。イスラム教に悪いイメージ持ってるもんだから、イスラム教に迎合するというか、イスラム教に配慮するような JR 東日本、東日本旅客鉄道の態度はいかがなものかとか、そういうふうに思うのかもしれませんけど、そうやってイスラム教に悪いイメージ持ってるのは過激派組織イスラム国とか、そういうさ、なんか武装組織がなんか中東あたりを占拠してたりとか、あるいはなんかイスラム教過激派とか言われるさ、なんかテログループが存在するっていうニュースを聞いたりとかさ、まあそうやってさ、イスラム教を悪用してなんかその暴力を振るうようなやつらが海外にいるっていう話を聞くから、あ、イスラム教のやつらって危険なんだ、危ない連中なんだって思うわけじゃないですか。でもさ、ほとんどのイスラム教徒は平和的に暮らしてるわけですよね。そうやって平和的に暮らしてるイスラム教の人にとっては、イスラム国の連中ってさ、あんなのイスラム教徒じゃないよっていうわけじゃないですか。だからさ、あの日本ではそういうイスラム教の、人の生活とかさ、イスラム教ってどういうものなのかって全然知られてないし、まあ、自分自身もよく知らないですけど、あのそういうふうに知らないから、やっぱり人っていうのはさ、分からないものに対して警戒心を抱いて、分からないものに対して恐怖し、分からないものに対してなんか攻撃したくなるっていう、そういうのあるんですよね。だから心霊写真とかさ、心霊スポットとか、そういうのなんか肝試しじゃないけど、そうやってさ、なんかお化けなんてないさじゃないけどさ、そういうなんか心霊写真を怖がって楽しむのがさ、心霊ってなんぞやって、それ分かんないから怖いわけじゃないですかね。分からないものはやっぱり怖い、イスラム教も分からないから怖いって思われてるだけであって、じゃあ分かっちゃえばいいじゃんっていう話でね。そういうに分かるイスラム教の人たちを知る一歩としてさ、東京駅に祈祷室が設けられて、あ、祈祷室ってなんかイスラム教の人がなんかお祈りしてるけど、いや全然何にもさ、危険な人でも何でもないじゃん、別に何もさ危害加えるようなこともないし、ましてやテロリストでなんかじゃないし、平和的でさ、何にもね、仲良くできるじゃないって思うさ、きっかけになるんじゃないかなって思うんですよね。最近読んだ本で、谷本真由美さんっていう人が書いた日本が世界一貧しい国っていう、まあ、そういう本があるんですけども、まあ、その本の中に書かれてたのは、まあ、日本でね、そのブラック企業が蔓延してたりとか、村の掟がはびこってたりとか、まあ、非常にこう閉鎖的になってしまってるのは、その日本がこの多様性がないせいだっていうんですよね。日本のさ、街中歩いてて外国人の人がいたら、あ、珍しいな、外国人の人がいる、歩いてる、珍しいなって思うじゃないですか。珍しいなって思うこと自体がもう多様性がないってことなんですよね。まあ東京のさ、都心とかだったら外国人の観光客とか、まあ、結構いるかもしれないけど、田舎町とかでさ、急に外国人の人がさ、平然と歩いてたらさ、え、なんでうちのさ、農村地域、うちの集落に外国人がなんで、え、なんで、お前誰だよ、お前誰だよ、何うちの町に何の用があんのってさ、なんかそんな風にさ、なんかキーの目で見られそうな感じじゃないですか。そういうさ、多様性のなさがダメなんだと。うん。そうやって多様性がない閉鎖的な状態が続いてたら、日本はもう、この後衰退する一方ではないかとね。まあそういう、まあそんな風なことが書かれてたんですけど、まさにその通りなんですよね。日本とイスラム教の国では文化や習慣があまりにも違うから、イスラム教の人が入ってきてもなんかトラブルになるだけだとか言う人もいるかもしれないけど、でもさ、最低限守るべき法律っていうのはあるわけじゃないですか。その法律の範囲内でやっぱりイスラム教の人もいるし、キリスト教の人もいるし、天理教の人もいるし、なんだ、仏教っていろんな宗派あるみたいですけど、ね、いろんそのみんな教の人もいるし、自分教の人もいるっていうさ、そういうのをやっぱり多様性として、その
なんていうのかな、その雑草のようにさ、強く強くたくましい雑草のように何をものをも受け入れるね、そのなんていうのかな、おおらかな国になっていかないといけないよなって思いますけどね、うん、まあそんなわけで今日は東京駅の祈祷室についてお話しいたしました。ありがとうございました。